先日本栖湖で富士山を見ながらキャンプする富士見キャンプをしてきましたので、そちらのレポートになります。ひょっこり頭出している富士山は最高でございますね。目の前には本栖湖で天気は良好、最高の11月秋晴れでございます。こちらの港湾キャンプ場はテント泊だと1泊1000円ぐらい、1人当たり、そして予約フリーサイトですね、予約不可のフリーサイトになっています。湖ギリギリでね、車をつけてテントを張ることもできるので最高なんですよね、このロケーションというのは。シーズンによってはですね、カヌーやツリーサップなんかもできます。こちらが食堂、お風呂、売店が完備されているところです。コインシャワーもあります。こちらで受付をしてテントを張ります。でここから見る景色がですね、千円札の裏側の富士山の景色と全く同じということで人気にもなっています。車で20分ぐらいにですね、道の駅とかがあるので夜のカレー作りに食材を買いに行きました。今夜レストランですとか、地酒の販売、乗馬体験とかお土産の販売とかもあります。馬と富士山のツーショットでございます。ということで戻ってきて日が暮れて、早速炭でですね、飯盒炊さんで米を炊きます。そしてカレーもこんな感じに、道の駅で買った豚肉とかを入れて、カレーを煮込んでおります。クッカーはですね、モンベルの鍋を使っており、バーナーは岩谷の、コンパクトバーナーを使っております。どちらも初心者キャンパーにおすすめのキャンプ道具になってますので、おすすめです。動画の概要欄に載せておきます。で出来上がったカレーがこちら、飯盒炊さんもうまくいってめちゃくちゃうまかったです。はい、そして食べ終わったら薪をくべて焚き火タイム。このね、音の火の揺らぎって、この音の火の揺らぎをね、音と火の揺らぎをね、ずっと見ながらやるのが最高なんですよね。はい、でスノーピークのチタンマグで飲むコーヒーを飲みながら、この澄んだ空気と薪が焼ける匂い、それが組み合わさるともう最高、都会の喧騒を忘れさせてくれる。ちなみにこのナレーションも一発撮りなので神々でございます。そして薪が、焚き火が終わったらすぐ寝ます。そのすぐ寝る理由とはこちらです。富士山から覗く日の出を見るためでございますね。これは本当に美しいの。あー、カラスの鳴き声がいい演出してる。さあもう少しで日の出となりそうです。時刻は6時台でしたかね、この時。そして見てください、ついに太陽、おテントさんが顔を出しました。朝はすごく寒いんですけど、日が差すとわずかに温かみを感じます。この大自然の静けさに富士山と日の出、言うことないですね。そしてこの日の出の後にキャンプの贅沢、大自然の中での朝食です。見てください、こちらお隣さんからいただいた神戸牛と道の駅で買った卵を使って調理してます。最高の朝飯。ちなみにですね、こちらの、使ってるフライパンもモンベルです。クッカーは同じブランドだとですね、スタッキング収納しやすいのでおすすめです。こちらも動画概要欄に貼っておきます。アートですね、究極の美でございました。はい、ということでサクッとキャンプ Vlog でした。タイムラプスの富士山とともに最後お別れです。まあ、飯と空気と自然、これがねとにかくキャンプでは最高ですね。で富士見キャンプもね、初心者キャンパーの、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、非常に、楽しめる場所なので、ぜひ本栖湖のね、コアキャンプ場とかも来てみたらいかがでしょうか。はい、でまあ、キャンプに少しでも興味持ってくれたら、この高評価ボタンとか押していただけると嬉しいです。それではまた会いましょう。